休止するけど申し訳ないね申し訳ないねとか言ってた。あ、今日また時間が見れない、携帯忘れたわ。1時半何分から始めたんだ。15分か、もう15分経ったのかな。こんばんざい、ジャンボさん、ジャンボさん写真また載せてね楽しみに待ってますよ。あ、ずらしちゃった。あ、今の顔すごい顔してた。17分開始でした。15分開始だと思ってた。あれ、ちょっとすごい字が汚くなっちゃったわ。字とバランスが汚くなっちゃったんですけど、7月13日までにツイッターのフォロワーを713人にしたいです。目指してます。ということでお願いします。ツイッターはこちらです。フォローお待ちしてます。あとで特典会の署名は先に載せます。お待ちしてます。すずねちゃん、すずねちゃん、かわいいって嬉しい。確かにすずね好きだけど、好きだったら来て来て、会いに来て。さやさんの誕生日の10日後、せあ、間違えた、誕生日の10日後、さやさん3日だったら、そうですね、13日誕生日、違う、13だ、違う、こうか、13日誕生日です。7月の13日、そう、7月生まれが多いんですよ、バンザイジャパン。そう、そんな私も7月生まれでした。そうなんですよ。そう、あ、お父さんの誕生日と同じだ、だって。お父さん誕生日一緒。その触覚を弾きたいな。おい、弾きたいって何？こういうこと？すずねちゃんに似て目は合うのになかなかチェキ取りに行けない。チェキ取りに来てお話しましょう。一生覚えれる。確かに。お父さんと一緒だったら覚えれちゃう。すずねの踊ってる姿早く見て、ね、早くまた見に来てほしいです。急な敬語惜しい。まだまだダンスは下手だけど頑張ってね。そういえばダンスまた良くなってる。
なんか上手くなったねって褒められることが結構あるんですけど、まだまだ下手だと思ってるので、まだまだ練習して、練習をもっともっとしないとですね。タオルもうちタオルはもう大丈夫です。解決策を教えていただいたので、タオルは落としません。自信満々にタオルは落とさないです。土曜日ね、話したら一番輝いてて、嬉しい、そう言ってくれるの嬉しすぎ。輝いてた？そう、ダンス大きな振りとかあって悪いとは思ってないで、センスはたまに、センスはたまに落とす、たまに1ヶ月に1回くらい落としちゃうんですけど、そう、センスはたまに、タオルは落とさないけど、センスがちょっとごめんなさい、握力鍛えます。ちょっとそれは本当に反省してる。センスは落としどころ、あ、そっか、今月2回落としちゃったわ。あー、やっちゃった。本当にすごい反省してるんですよ。もうなんかでも曲中に反省できないから、中は切り替えなきゃいけないし、それどころじゃないから、そんなこと気にしてたら踊れなくなっちゃうから、めっちゃでもめっちゃ反省してる、裏で、後で。本当に今日もめっちゃ反省してます。ごめんなさい、すいません、本当に。成長してそれ見れるの楽しみね、楽しみにして。くやぎさんからチェキ見せてもらうためにやけは止まらんくなるから、すねちゃんって女神じゃないですよ。なんか女神はジュリアさんらしいです。なんかみんな、なんか女神って最近呼んでるから、ジュリアさんが女神でも落とすよね。上に上げる角度ミスると指に当たってどっか飛んでくも。上に上げる角度ミスると、上に上げる角度ミスると、なんかそういうので落としたことないかも。なんか当たっぶつかって落としちゃったとかならある。あ、何、違う、大江戸の話か、これだ。そこで、あ、そっか、あの時はちょっとキャッチに失敗してしまったの、ごめんなさい。そんなに謝らなくていいと思う、これが成長につながるからね。頑張る。でもやっぱやってしまったことはちょっと反省なので、謝るのはたくさんします。本当に反省してるので、ごめんなさいっていう感じです。でもこういう言い方が反省してなく見えちゃうんだよね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。でも本当に申し訳ない。ラーラララってとこで上に上げて落としてやつを落とすの経験者、これね、ダーダーダーって結構ね難しいんですよ、あれ、あのね、見とかないといけないから難しい。前にすずちゃんから新規フライヤーもらったから新規チェック、あれ渡したのかな。あれ、ダメよ、でももうみんな顔知ってるから新規は難しいね。わい、そんな謝られて困り果てるから、もっとやばいことした時ね、そんなもっとやばいことはしません、全然しないよ。
もっとやばいことない、舞台上で転んだらとかステージ上で転んだらみたいな、まあ、転ぶことはそうそうないと思いますけど、転んだら全力で土下座しますけど相変わらず可愛いねって、可愛いって嬉しい。あー鈴音やって、鈴音です。あの時じゃない、キースターの時、キースター結構やってるから、いつだろう、あ、そうだそうだそうだ、え、あの時渡したのかな、キースタで、あのみんなでこうやって喋ってたところだよね。大丈夫大丈夫、俺暴れて、うん、ないから、ちょっと指が散っちゃったわ。スースー跳ねてた時、多分名前と、い、あ、間違えちゃった名前と顔一致してない、いや大丈夫してる、あのメガネしてる人ですよねえ、あゆみさんとさやさん推しの人ですよね、わかるわかる、絶対わかる、あ、声小さい、声小さいのは私じゃない私は声大きいよ、大きいかどうかわかんないけど、あの時先生なかなか配りに行けてなくて頑張れってしてたわ、なんかみんななんか並んでから並んでる人に渡せなかったしからさ、そう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 、しかもなんかもうすでに配っちゃってて、なんか同じ人にと思ったら、うんっていう、なんかね、頑張る、私ももっと、私も私のこと好きって言ってくれる人を増やす、負けました負けました、勝ったみたいな。ののかがもりもり配りにね、すごい、ののかちゃん怖い、でもでも本当にののかちゃんめっちゃ面白い、最近よく喋るんだけどすごい面白いなんか変わったキャラしてて、なんか飽きないっていうか面白い僕も認知してもらえるよう頑張ろう、もう大丈夫、知ってる多分、こんばんざいこんばんざい、スズネを好きって言うとニヤニヤされて困るからねって、好きって言われるとニヤニヤしちゃうから、多分多分スズネのお前の声小さすぎて聞き取れねえんだよって心の声が聞こえてきて、そんなこと言ってない心の声そんな思ってないし大丈夫です。こんばんざい。やたらテンション高いからそう言ってもらえるように頑張ろう。ん？あ、忘れてた。鈴音のパフしっかり見たのが。ののかお披露目の時なんだよな、ああ、あれ、あの時もキースタだった、キースタジオ懐かしい、懐かしいっていうか、でももう1ヶ月だよね
そうね、1ヶ月経ったから。早いね、1ヶ月って。なんでもないです、ごめんなさい。本当にすぐ忘れちゃうんですよね、話してた内容。目が合った時に伝わってきた、ちゃんと。え？何が？私別に声ちっちゃいって思ってないよ、別に大丈夫。声ちっちゃい引きずりすぎ。ごめんね、声ちっちゃいって言って。てか、シガールジャパンのライブ見たの、あの時が初めてだったもん。ああ、そうなのかな。そっか、ん？そっか、そツインボックスって見たなと思ったら、ツインボックスその後。後ろでメイさんとササさんが顔見し、後ろで、後ろ、そう、写真いっぱい撮ってくれてて、鈴音との初対面思い出す。あそこ新宿、最近あそこでライブしてなっから名前が出てこない。でも新宿のあのあっちのこう行くところ。そう思ってないこと分かってるって。あ、そういうことね。いや、一応事実だから否定はしないわよ。事実何回。鈴音ちゃん、今の足柄ジャパンの中で最初にプレゼント渡したかな。プレゼント、あ、ジュリアさんの缶バッジ嬉しかった。ジュリアさんの新しい名刺をもらわなきゃって。あっちのこう行くと、そう、あ、なんかこう行ってこう行ってこう行くところ。ちょっと難しい、あの階段こうやって降りるところだよね。もう分かるでしょ。一人でつぶっちゃった。じゃない、こっちじゃない、こっちにしよう。7月13日の誕生日までにツイッターのフォロワーを713人にを目指してますので、よかったら、面白いなって思ったり可愛いなって思っちゃったらフォローしてくれたら嬉しいです。お願いします。そんな説明されたら迷子になるんだけど、いやでも多分わかるって。こう言ってこう言ってこう言って階段をこうやって降りるとこだから大丈夫。ジュリアさんの写真ツイートしてあるよ、探そう。いや、トーミも場所の名前忘れたけど、やっぱ忘れちゃったよね、忘れちゃったよねとか。じゃ、会場の名前がね、思い出せないの。あの、場所はわかるんだよ。面白いかどうかは別として、可愛さを張り立つくらい可愛いから安心していいで。可愛いって、最近ちょっと可愛くなったの、ちょっとだけ。なんか前よりちょっとフレーズじゃない、フレーズはこう言ってこう。じゃ、フレーズは違う、こうまっすぐ行ってこう言ってこう。ね、分かりやすいでしょ。
階段は覚えてる。そう、階段こうやって、あ、階段、あそこの階段危ないんですよ。一段、なんか一段目が高くなってるから転ぶっていう、なんかちょっと段差のあれが違うみたいな。これやめよう。道案内があって、そう、ちょっと、まあちょっとそういう感じ。ジルコ、そう、ジルコ、そうだ、そうそうだそうだそうだ、あ、これだと読めないか。ね、オッケー。分からなさすぎてムカついてきた。ムカつかないで。振り袖の写真見た時は衝撃だった。好きって言いました。振り袖、あれすごい漏れた、可愛かった。自分でも思っちゃう。あれ可愛いだって、え、嬉しい。しょうちゃんさん、思い出してすっきりしたね。それこんばんざい、ちるこ、ミストかなんか、あ、そう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 、あるある。はじめましてです。え、嬉しい、はじめましてですか。サンナシティですよって、しょうちゃん、え、嬉しい。足軽ジャパンの小島すずねって言います。あ、そういえば成人おめでとうね。振り袖めっちゃ似合う。え、ありがとう。成人しました。振り袖、緑の振り袖を着ました。ツイッターに載せてるのでよかったら見てほしいなと。そしてその振り袖の写真のいいねが100人、間違えた、いいねが100超えたんですよ。ありがとうございます、いいねしてくれて。嬉しい。てか、まあ、向かいかなんか区役所じゃん。え、そうなの。全然そっちが、いつもこうやって歩いてってこっち側しか見てないから、こっち側を見てない。なんかこっち側にお弁当屋さんみたいなのあるよね。正確にはすずねちゃんのは初めましてです。そういうことか。理解。お酒飲みましょう。お酒ね、最近飲まないんですよ。お酒は飲み、なんかお酒あんまり好きじゃないのかもしれない。あの、なんかあの後味、なんて言うんだろう、なんか消毒みたいなって思っちゃってちゃってみたいな。なんかもうこの話し方やだ。もうちょっと真面目な人になりたい。仕事から帰宅して寝てはかったらなかった。え、よかった。でも体調悪いんでしょ。消毒、そう、消毒、なんか分かる、アルコールって感じ。あ、全然真面目じゃないの。え、真面目だけど、なんか喋り方が真面目に見えないじゃん。なんか喋り方がちょっとあれなんですよね、いつもそう。なんか喋り方で損してる。生き残った？生き残った？ん？生き残った？ん？真面目じゃなくても可愛さあれば十分だよ。
でも意外と真面目てか真面目だけど喋り方が真面目じゃないよねっていう話を的なちょっとバカっぽい喋り方なんですよ。頭いいのに。すずね、あと2人、あと2人、あと2人でフォロワー様が、フォロワー様だってフォロワーさんが200人じゃないや、間違えた400人です。よかったら、こいつちょっと真面目じゃんとかバカじゃんとか可愛いじゃんとか面白いじゃんって思っちゃったらフォローしてくれたら嬉しいなって思います。意外と私頭いいですからね。悪いのは悪い、仕事中、え、それちょっとやばいじゃない。お薬とか飲んだり、一回でも病院行った方がいいかもよ。熱なくても怖いじゃない。5時は気にしないで、気にしない。でも鈴音の喋り方好きだけど、え、本当に？でもなんかちょっと頭悪そうに見えちゃうから頑張って頭良さそうな喋り方をします。頭いいから。世界三大美女答えられたから。こんばんざい、こんばんざい。こんな可愛い人いるの知らなかった。絶対フォローして、嬉しい、ありがとうございます。やった、ツイッターあと2人フォロー、あ、2人で400人達成します。1月中に400人、そして7月13日までに713人のを目指しております。そしてできれば今年2020年にはフォロワー1000人超えたいので、よかったらフォローしてくれたら嬉しいです。お願いします。ちょっと鼻がちょっとあんまり調子よろしくないんですけども、とても嬉しい。ツイッター、あ、ちょっと待って、あ、画面動かなくなっちゃった。画面固まっちゃったわ。フォローバーしてくれて、配信終わったらフォローバーしますね。ちょっと画面動かなくなっちゃったんだけど、おこ固まっちゃったピッ。すずちゃんこんばんざい、こんばんざい。世界三大美女山手さん、違うよ。楊貴妃、クレオパトラ、小野小町、年に数回イベント行くのでお待ちしてます。三大美女、鈴ですね三人じゃないじゃない。じゃあと思ったらとっくにフォローしてたわ。知ってるよ。またチェキ取りに行くね。お待ちしてます。おこかわいすぎて、ま、ちょっとおこ、こんばんは、おやすみ、おやすみなさい。また来るね、また来てね、またお話しよう、ね、ちょっと画面固まったからちょっと下の方に行こう。なんか上の方見れなくなっちゃった。バレないように行くね、バレないようにちゃんと堂々と来てよ。待ってる待ってる。楊貴妃はどんな人なの？なんか白い服着てる人じゃない？多分そう。名前隠します。名前隠しちゃダメだよ、ちゃんと名前出してきて。
よき日。そろそろ時間も時間なので、あれかな、個人ルームもやってる。個人ルームは昇格してからです。まだ足軽ジャパンなので、万歳ジャパンに昇格したら個人ルームがあれもらえるので、よかったら、よかったらだって間違えした頑張って早く昇格できるように、個人ルームで毎日配信できるように頑張ります。お願いします。桃源荘の大部屋で多分旧中国四大美人。そうなの、詳しいじゃん。最近よく飛行機乗ってるけど、鈴にサービスしてもらいたいなって思った。アテンションプリーズそう、知ってる人は多分知ってると思うんですけど、キャビンアテンダントを目指していたので、飛行機がとても好きなので、飛行機のお話とかチェキ取った時してくれたら本当に嬉しいです。最近ちょっと、まだ最近タイマー、チェキの時にタイマーを持ち始めたんですよ。それで1分を絶対1分にしようってなってて、それのなんかそのピピピピなんて鳴るあれのあれと何も出てこなくなっちゃう、なんだけど、それの意外と速いっていうそのスピードに追われて、なかなかちゃんとした返しができてなかったりするから、一方的に話してくれてすごい冷たくなっていうか、あんまり興味なさそうな感じで返しちゃうんですけど、めちゃくちゃ興味たっぷりでめっちゃ聞いてるので、できたらこうやって話してくれるとすごい嬉しい。その飛行機ネタとかすごい好きなので、よかったらお話ししましょう。ただ足軽にこんな可愛い人いるなんて、嬉しい、いい発見できましたって嬉しい。そんな可愛いって言っていただけたら嬉しいわ。それみたいな試合では減りつきそうだの。なんで試合目指してたんですけど、飛行機めっちゃ好きで試合すごい目指してたんですけどっていう。アテンションプリーズ、かわいい、アテンションプリーズ。そう、飛行機すっごい好きなので、飛行機のお話とか、飛行機好きだよって人とか言ったらお話ししに来てくれたら嬉しいです。チェキ取ろうね。こんばんざい、こんばんざい。羽田が近いくらいしかない。羽田近いの羨ましい。なんか前までは本当にたまに飛行機を写真撮りに行ってました、羽田空港に。初見です。初見ですか。初見じゃない気が。空港とかもエアコンつけるために羽田が近くて飛行機が飛ぶから窓閉めておきたいって理由だと。そうなのか。あらま、まあでもちょっと音はあれなんですけど、でも飛行機すごい、何が好きって言われると、なんか最初はもうなんか飛行機の見た目がすごい好きなんですよ。なんかフォルムっていうんですか